この3つで一番安心して帰るのはヤマホー、その価値高い。なるほど、でも少しずつね、あそこも悪くないよ、あそこ安いでは、うん、そう。それ以前は、川の川端家具と大川家具と、で、去年の秋に経営が変わったって。俺に来たら、なんかビバホのこと言うと、向こうの人が今から入りますと、あの家具で。どういうと今あそこで名前変わっちゃったけど、東大宮のこうなんだけど、あれと一緒になった。安さだったらカインズって書いてある。直営品はベルトの方が安いから。で、生なのはヤオコの方が安心してくれる。捨てたんだ。
してたわ。素人が踏んでいるので、素人が踏んでいるので、Thank you.